デスマスクを作ります。サバゲー用のマスクを作るためのデスマスク、型を取ります。顔のストロー、ストローで何分間呼吸するの？20分ぐらい。20分ストローで呼吸できる？どれ？2本ぐらい。2本。うん、こことここ。いや、もうキャバクラさん、トンちゃんもやるのか。 W、 白イルカさん、メガネはどうするの？のんちゃんいるよ。メガネはつけないよ、デスマスクだから。ハサミはどこ行った？ハサミはあそこ向こうにあるでしょ。のんちゃんいるって。のんちゃん毎日いるでしょ。ヤバゾーいらっしゃい。のんちゃん経験はあんのこれ？うん。コポチンさん、加藤さん、なかなか辛そうな体勢ですね。ベッドの上。あのオリジナルのマスク作った方がやっぱかっこいいってことで。白イルカさん、メガネなしのサバゲ不利じゃない？え？メガネなし、何を言ってんの？デスマスクを作るんだよ、デスマスク。マスクを作るための顔の型を取んの。顔の型を取ります今から。言ってる意味わかる？今閲覧何人？メガネかけてないから見えねえや。かっこいいよね。これしてみて。はいよ、はい。これで20分呼吸できるかどうか。うん、できる。余裕。OK。これ持ってればいいのか。うん、じゃあもう準備しちゃっていい？いいよ。よいしょ。デスマスク作るところなんか見たことないから貴重な映像じゃないこれ。俺も生まれて初めてやるもん。みんな作ったことないでしょ。のんちゃん型取ってる間コメントさばいてね。はーい。ココチンさん、今40人くらい。今40ぐらい。はいよ、ありがとう。ちょっと俺が型取ってる間のんちゃんがコメントさばくからカメラワークとか頼むよ。パソコンここ限界だから、うん、自分のスマホでコメント拾ってよ。はい、あとカメラはいじっていいから、リスナーさんが多分指示くれると思う。オランジーナちょっと飲んでいい？いいよ。20分耐えれば。のんちゃん、よろしくお願いします。よろしく。この辺で見えんの顔、これで OK？ OK？ ケルさん、こんばんはです。こんばん、よろしくお願いいたします。よろしくです。これ見える？ここで OK？ カメラ OK？ OK？オッケーね。ココチンさん、オッケー。点検写真モデル募集中。サンライフマスクですね。うんこさん、すでにデスマスクやねえか。え、上半身脱いだ方がいいの？あー、そうだね。いろいろ脱いだ方がいい。粉がついちゃうかも。粉？
でこれ頭全部いけんじゃないの。無理。たけるさんがローさんにいろいろ聞きたいことがありますから、また LINE を見ておいてください。お願いいたします。 LINE？ ココチンさん鼻の穴ってコットンとか詰めなくて大丈夫なの。 LINE 携帯どこ。あれ携帯どこやった。財布の財布どこ。財布どこ。のんちゃんの服が置いてあるところ。時間あるときに話聞いてって。あれだよ、俺配信中じゃないとトツできないよ。配信中だったらいいけど、このあと30分後大丈夫だよ。俺プライベートではリスナーさんの電話受け付けてないから、あの要件メッセージちょうだい。で配信中だったら電話通話 OK。 かけるさん分かりました。え、じゃあ後でかけてくるってこと。これでいくらくらいするの、のんちゃん。ん？これで。これで？わかんない、忘れた。だいたい。3000円くらいじゃない？おお。モザモザだよ。バチオさん腹毛すごいやん。腹毛すごいよ。だいぶ痩せたでしょ。お腹全然ないでしょ。かけるさん相談はないってします。だいぶ痩せたでしょ、ほら。すごくない？腹全然ないでしょ。バチオさんテディベアみたいやな。ダイエット成功してるでしょ。すごくない？肉ないでしょ。デスマスク作る。混ぜるの？え、どれくらい混ぜるの？クリーム状になるように。クリーム状？クリーム？白イルカさんお腹へっこんでる。クリーム？クソカスカオスさん死体息かと思ったわ。死体息まだだよ。これからだよ。クリームになるのこれ。サキンチョパンダの顔さんこんばんは。痩せてますね。バラ痩せたでしょ。クリーム、うん、重っ。クソカスカオス三強から自称配信者になりました。はい、おめでとう。ようこそ。ようこそ底辺へ。全然なんかめっちゃ薄いだけど大丈夫なのこれ。来ちゃいましたね、W。こんなもんなの。
水の量合ってる？うん、マキルさんはドツです。おドツ。ああ重い。いいかしら。こんなもんでいいの？うん、うん、はい、うん、で？じゃあください。寝るの？じゃあ行きますよ皆さん。電気つけようよ。みんな見えてる？大丈夫？カメラアングル OK？ はい、大丈夫です。はい、小学カオスさん、そっか、のんちゃん美術系か、そうだよな、知ってるわな。はい、じゃあ行きます。え、これ、この位置とか大丈夫？もっと下げる。上げる、上げる。こう、うん、宿題物さん、デスマスクも寄り目になるのかな。 OK、うん、調整して、綺麗に撮ったよ。超勃発さん、そのまま読んで。宿題物さん、もっとデコ上だろうが。宿題物さん、このハゲ。はい、うん、宿題物さん、実際の額まで上げろ。うん、冷てー、冷た。大丈夫これ、うん、マキルさん、みんなで笑ったら良いの。冷た。ちょっと待って、鼻臭くないで。俺さん、しかしお前めっちゃ毛深いな。人を勃発さん、死ねばいいのに、死ねばいいのに。クソカスカオスさん、鼻の奥まで詰め込もう。あ、笑わせないで。冷た。パックだと思って。全然と言うにしてるとこ見てくれたん、気持ち悪い体やな。牛久大仏さん、おい、島津、お前老人から600万円詐欺して。宿題物さん、出し子はするわ。人を勃発さん、明日の三面はデスマスク作成でです。ココチンさん、のんちゃん楽しそう、わら。どれの人、肉食堂さんなんだよこいつの胸毛、わら。金一族の集いさん、ゴリラだと思った。牛久大仏さん、早く返せよ。どれの人、肉食堂さん乳首が離れてないか。戦前と有利してるとこ見てくれさん、お前も詐欺師かよ。人を勃発さん、ライターオイルで胸毛焼こうぜ。キャバクラさん、超絶グロ中に。チキントレーダー、3目は近いわ、乳首は離れてるわ、いろいろ忙しいな。桃尻プリコさん、息吸うやつ、ちくわの方が良かったのでは。
顔見ないで済むから配信見れる。金一族の集いさん生クリーム塗り合え。A9 さんへわらわら。チキントレーダー、三のんちゃん、ぶってことは本当に小さいんだなわら。祈祷勃発三のんちゃん、それはあかんやろ。悪ふざけしちゃダメ。クソカスカオスさん、アーメン。キャバクラさん、こんな状態で浴びるアンチコメシャワー、www。白イルカさん、これで30分つらいな。センセット有利してるとこ見てくれさん、のんちゃん。やっぱりサメさんとこのあれか。A級さん開いたらこれって面白すぎるわら。クソカスカオスさん、今ならブロックされないぞ W。祈祷勃発さん、タルタルソースの出来上がり。どれの人肉食堂さん窒息死しねえかな。顔面ギブスか。桃尻プリコさん、肌で息できないのきつくない。魔少年さん、乳毛の長さよ。金一族の集いさん、そろそろストロー抜いちゃえ。祈祷勃発さん、キットのんちゃんはえげつないことやってくれる。期待を裏切らない。88さん、閲覧中に。牛久大仏さん、島津の特徴一、巨言壁にネットで拾ったネタを偉そうに言うさん、飽き性4、他人の金8分のもの。クソカスカオスさん、生きてるか。戦前と有利してるとこ見てくれさん、父毛ガムテ貼っとけ、汚ねえ。クソカスカオスさん、まだ無事だった W。 ミックンさん、取るとき鼻毛も抜けるよ。一族の集いさん、死んでるなら手を挙げろ。チキントレーダーさん、俺の連れ、最近まで鼻で息できるの知らんかったらしい。霊柩さん、口に笛を加えさせればよかったね。ほらほら、この辺は空気入っちゃった。キャバクラさん、確かにバーナーで腹毛処理したい。祈祷勃発さん、顔にブラジリアンワックスとか、罰ゲームとしてもやりすぎ。白イルカさん、わらわらわら。金一族の集いさん、特報和道シス。クソカスカオスさん、体毛はバリカンで。おちょこしつ、魅力があるんだよ。どこを押せばいい。ブルーブルー、どれの人肉食堂さん、首絞めて玉事件にしようぜ。なんとかモード違う、わかんない。祈祷勃発さん、乳首を押せばいいよ。何を押す、どこ押す。クソカスカオスさん、何言ってるかわからんか。ムヒさん、ババアやないかい。ヤバクラさん、のんちゃんも作るんでしょ。肉食堂さん、おばちゃん50くらいかな。霊柩さん、のんちゃんを肌きれいやね。クソカスカオスさん、腕の肌きれいだな。魔少年さん、のんちゃん、最後にストローに詰めるの忘れないでね。全然多分5分ぐらいしたら固まり始める。うん、
日はロハコともキスしたよ。メガさん、ドンちゃんってはどうとどういう関係ですか。チキントレーダー3はどう。本当乳首の位置やばいなわら。ココチンさん残った糞もったいないね。それでフィギュアとか作れそう。チキントレーダー、三段で乳首療法外向いてんの、バラ。してるとこ見てくれ。三件と詐欺仲間か。クソカスカオスさん、あの世に金は持っていけない。ココチンさん、のんちゃんはハンドガン以外は何か買ったの。黒部さんそうなの。バドツ、まだハンドガンだけです。
シュールな映像やけど、閲覧150人くらいになったよ。Thank you.
アンさんはや、ココチンさんシュールな割に閲覧が落ちないという凄さわら、カボスさん乳首でかめ。掃除さんグールのマスク作りですか。今度はコアイさん全身に塗ったら A、 アラちゃんさん胸毛も脱毛しておきましょう。ん？説明する、説明する、説明する、説明する。次は型の上に石膏で強化します。ちょっと石膏がちょっと硬くなるまで待ちます。今石膏です。まだサラサラ状態です。これをちょっと置いておくとだんだん固まってきます。アモアモちゃんさん本格的だね。パインさん全世界に配信で単焦砲形ドリルチンチを晒した本物の変態詐欺師簡単譜。クソカスカオスさん、カズミチシス仏説またハンニャハラミタ神経漢字財菩薩雪深ハンニャハラミタ自称剣豪雲海空土一彩区役シャリシ式不意空空不意色式即是空空即是式重層行式液服女是シャリシで処方空層不詳不滅。まだシャビシャビ状態です。石膏はこれをちょっと置くと、マジさんのリコもネタにされてるの分かってるけど誰にも相手にされないから離れられないんだろうな。クズ同士のいいカップル。石膏をくっつけてから20分ぐらい。クソカスカオスさんを部屋げといたから成仏しなさい。石膏がヨシさん反射神経 WW わら、ケンチヤンさんお前キモい。しかも毛並みがわらわらわら。ケンチヤンさん、うんうん、あと一時のことないなら洗う。がありましたを押してきてくれませんかもしれ。石膏がちょっと硬くなるまで待ちます。そうすると、ホイップクリームみたいな硬さになります。そしたら塗っていきます。手を擦りたいの。ん？手を擦りたい。手はちょっと無理ですね。無理。そうそうさん、ブラジリアンワックスです。ケンチヤンさん、レントさん後でブロックしますよ。クソカスカオスさん、ストローにタバコつけてやれ。ケンチヤンさん、うむむ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 。アラちゃんさん、タバコ吸うんかい。永久さん、わらわら。掃除さん、クッソワロタワラ。ケンチヤンさん、うむむ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 む。これ塗ってる人は誰？ケンチヤンさん、勝手に司法。コアイさん、のんちゃん日頃の鬱憤晴らしたれ。
間どのくらいで完成？そうですね、あと20分ぐらいかな。ちょっとまだわかんないですね。パキルさんパティシエ、ウルトラ Q さん、あ、これのんちゃんがやってるのか。ケンチヤンさん、うむむ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 くむく。うちさん声がババア。ケンチヤンさん、むむ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 む。ありちゃんさん、生きてる間に作るとライフマスクだよ。くまつけさん、ストローの口に書いてみて。ケンチヤンさん、むむ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 。ケンチヤンさん、むむ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 。デスマスウサギです。うますけさん、白イルカさん、危ない。アモアモちゃんさん、大丈夫？大丈夫です。あ、ダメだ、できなかった。ココチンさん、のんちゃん、危なかった。マダオさん、新しいプレイかな。ウキさん、ババアは足が弱ってる。早く楽にしてあげて。まことのさん、乳首立ってるな。マダオさん、ろうそく送ります。ケンチヤンさん、キモお前。コアイさん、顔ふんづけちゃえ。ああああ、あ、割れちゃった。どうすんの？いえいえ、大丈夫だ。そのまましてて。ケンチヤンさん、むむ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 む。フンクフンクさん、うん、コアイさん、もうこうなったら全裸なっちゃえ。フンク、うん、これ見て。ケンチヤンさん、入っちゃった。うん、あ、でも固まってるから大丈夫。うん、うん、クソカスカオスさん、のんちゃん、これ使え。アラちゃんさん、くしゃみで割れたらおもろかった。ユンさん、シュールな絵。ケンチヤンさん、うむむ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 ケンチヤンさん、むむ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 
便車エールさん郵便局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 ケンチヤンさんうむむ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 ケンチヤンさん乗り越えっちしよ。マキルさん3日ぐらいこのままにしよう。この辺でコークがすごいね。アラちゃんさん、ストローから絶対流し込みましょう。誠のさん、ずーっと見てるけど、何気に大変な作業だな。ケンチヤンさん、のりこ、穴臭そうだけど、エッチしよ。ウヒさん、ケンチヤン、ババアが趣味か。ココチンさん、ケーキのデコレーションみたいね。コッコバレーサインさん今来た笑った。いいね。うん。いいね。大丈夫。うん。放送いつも見つも？え？放送。放送？放送。ケンチヤンさんこそババアシカトやぶっ飛ばすぞ。放送。風船？うん。いつも見つも。うん。うん。うん？乳酸乳酸が最初に固まってこういう風になってるんだから大丈夫。ケンチヤンさんはどうキモい？どうしよう。チキントレーダー、三毛この際乳首の方も取ろう。動いてる？うん。もうちょっと後で。ヒルとかの支え口いいの？ん？ヒル、ヒル、空気抜かなくていいの？うん、大丈夫。何て言ってるの？ケンチヤンさんはどうは？ババアの肉便器。ケンチヤンさんテルに負けるザコ。ケンチヤンさんカス。ケンチヤンさん調子に乗るな。ケンチヤンさん弱いくせに。顔してるだろ、嘘みたいだろ、呼んでるんだぜ。白イルカさん顔見えてない、わらわらわら。
考え吹き出しさんちょっと聞いて、うんこ我慢しながら歩いてる友達が武道の達人みたいで笑た。チキントレーダーさんはどうの都市でババア行くとかよっぽど自分に自信ないんだな。結構大ちゃん、アモアモちゃんさん眉毛ない、ワドちゃんもかっこいいかったけど目鼻口ないのもかっこいい、マーナさん胸毛あったんだ。なぜこっちの方が見えるの？今か顔の形にはなって動かさないで今割れちゃってるから、もうちょっと、あらちゃんさんチョコで顔描いてあげようぜ。誰に作ってもらってるの？ふわり考え吹き出しさん、おいしそうなケーキですね。あもあもちゃんさん、のんちゃん、チンさん石膏固まるの早いね。ミリカさんへ、のんちゃん。おいしい。おいしい。タナさんギャルメイクしたら神アユならかな。まだ下、下地が熱く濡れてたらうまくいくんだけど、アモアモちゃんさん、のんちゃんが石膏扱っているんだよ。ふわり考え吹き出しさん、ちょっとだけストローふさいでみようか。まきるさん、のんちゃん美大だったんだっけ。多分あったかくなってきて、そしたら固まり始めるから、チキントレーダー三蹴って守るために大事なとこに入るって聞いたけど、乳首の周りが毛深いって一体何から守ろうとしてるんだろう。ミリカさん、のんちゃん、すごいね。モンミツさん、顔面パイ投げ罰ゲームされてるの。W キュー、キュー、もうちょっと熱くなってくるから、もうちょっと、もう固まってるんだけど、ちょっとまだ今動かすと割れちゃうから、まず、見て、あの、あとちょっと、ポポチンさんがどうさん、寒くないの？見て、プニちゃんマンさん、すごいプレイしてるね。あった
暖かくなってきた感はする？うん、うんうんうん、ふわり考え吹き出しさん、余った石膏はチンに塗ろう。すーっとやってくるんですよ。めっちゃ面白いよね。うん、化学反応が固まるから。だるまさん、あーすごい硬いね。そういう風に全然うまく寝れてなかった。そう？ん？さっきのクソ？クソ？いや、なんか練り方が足りなかったかな。そうだね。ブズの店になってるね。え？出てる。あ、いいや。ごめんごめん。石膏？え？石膏、石膏？石膏？石膏、石膏？成功してる？うん。どうかな、下地がちょっと柔らかいかな。ベロンデューさん、生クリーム。固まってるよ。ん？固まってるよ。石膏は固まってるんだけど、うん、下地のが固まってないかもしれない。でもさ、飾ってる？ほんと？全然どうか。うそ、うそ、うそ。失敗したらもう一回分ぐらいあるから。うん。今日インクルード？え？今日インクルード？あ、今日じゃなくていい。今日ね。ずっとずっと。もうでも石膏やる入れ物がないんだよね。ドメロー算数熱湯してお前は暇なんだとつくづく絶望できて感謝。うん、暑い。うん、あ、夏が冷めたでしょ、ちょっと、うん、動かないで、顎の辺割れてるから。バナナハート、デコゴラリン、ハート、デコバナナさん、お疲れ様です。うん、大変だね。
いい経験だ。めっちゃくいい。めっちゃくいい。パックだ。うん。うん。めっちゃくいい。めっちゃくいいね。ん？めっちゃくいい。いいね。面白い。面白い？うん。面白い。面白い。待ってるから、ちょっと待ってね。うん。止まってたらどうすればいいの？止まってるって言うの。すればいいの？ちょっとずつ、もうごちゃごちゃね。スマホでは見えてる。めっちゃいいのが分かんない、ちょっと。ちょっとこう、何が言わない？なんか忘れて？あー、コメントが止まっちゃった。なんかコメント持ってるじゃん。ユニコさん、見れてるよ。あ、見れてるよ。コメント持ってる。ドベローさん、笑われてる数は気にせずに暇つぶししてください。いいね。アグアットマークアイラ様に鉄壁の崇拝さん受けるわらわらわら。すごくアクティブが。そういうふうに。下地だな。下地がやばいか。下地が全然固まってないから、下地が全然固まってない。おぼちんさん、のんちゃん、なんでもできて器用だね。大輝さん、ストロー抜いたらどうなるんやろ。もちろんか、それなくて、もちろん少しずつが出るって大事やね。これも期待してない。石膏多分大丈夫だから、一回起き上がれる？起き上がっていいの？うん。そーっと。ストーリーさん、さずみちが万が一構成に伝わるような異常を出したら、このマスク価値あるな、W。ダメだね。空気入っちゃった。カニガワ地産ストロー、じわるわらわら。失敗？いや、失敗じゃないけど。ああ。ちょっとそのまま、じゃあ、そう、置いといて。ソロあるよ、ソロあるよ。そう、切っちゃえば。抜ける、そう。なるほどね。おお、なるほど。うん、成功かこれ。うん。変わらず火、ちょっと微妙な。目のとこが取れてないような気が。うん。これはこれで。ちょっと変わらず火。うん。おいさん、失敗したの。ああ。
入れ物がないかな。もう一個やろうよ。じゃあ いらない入れ物、うん、こういう、え、いらない入れ物洗って使えないの。これもう固まっちゃってるから。いらない入れ物って何よ。だるまさんのんちゃんどうですか。使えます。微妙じゃない。麺が取れなかった。いや、俺は分かんないですよ、その、どれが成功でどれが失敗なのか。ブツブツしてるところは、後で、あとで補修するでしょ。そうそうそう。もう一個作る？やだな。一回やろうよ。うん。俺がくしゃみしちゃったんだよな、うん、もう一回やろう。なんか色もないかな。ポアイさん、のんちゃんも疲れたんじゃないの。白イルカさん、とりあえずお疲れ。お疲れ。捨ててもいいよ。だるまさん、念のためもう一度行きますか。ボールは鉄はさ、ホアイさん、また続きにすれば。じゃあさ、あれにさ、うん、あの、あれなんだ、あれビニール入れて、ビニール塗るってやればいいんじゃない。だるまさん、お疲れ。まあ、あのケーキの量もいいか。100均のやつ300円のもう一回買ってもいいよ、うん、うん、あれでしょ、量足りんのやる、うん、もう一回ちょっと型取り直します。もう一回です。もう一回やります。みんなお疲れ。いや、こういうのはもうパパってやっちゃった方がいいんだよ。なるほど、こういう感じなんだ。だるまさん、頑張れ。白イルカさん、首にまだついてるよ。いや、いいのいいの、もう一回やるから。うわ、花火2発も上がってんじゃん。ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。ホアイさん、バスタオルかけた方がいいよ、風邪ひくよ。そうだね、今サバゲー用のマスクの顔の型を取ってんの。ポコチンさん、ガドーさんも辛いだろうけど、のんちゃんも頑張って。のんちゃん頑張ってるよ。あー、固まってないね、下ブルブル。これ多分石膏流したら押しつぶされちゃうよ、のんちゃん。絵面がどんな感じだったんだろう。どうする？すぐやる？もう一服させて、うん、コーヒー飲んでいいでしたら。あれ終わってる。今一旦終わった。もう一回型取り直し。
間違ってないんだよね、うん、多分あれだよね、ダマになってたからってことだよね。で混ぜるとき俺やるよ、うん、もう一回やります。リスナーさん、ずいぶんデブったな。いや、めちゃめちゃ痩せた、めちゃめちゃ痩せたわ。何を言うと思う、めちゃくちゃ痩せた。めちゃくちゃ痩せたでしょ。よくこれで太ったって言えるよな。めちゃくちゃ痩せたわ。じゃあそれ一回取ったやつ貸して。これ、うん、ただね、内側がダメ。永久さん、ぽっこりお腹がなくなった。なくなったね、あや。あ、これぐらいの硬さでやれます。あ、その方、この周りがさ、うん、ちょっとブツブツになってる。もう一回やろう、一応。日本人って凹凸ほとんどないね、やっぱり。そう、外人のデスマスクとかってさ、もっとくっきり出るじゃん、うん、そう、頬骨とか、うん、この目のところとかのっぺりしてるんだね、やっぱ日本人って。鼻は高いけど目はこんなもんなのかね。どうなんだろうね、俺経験がないからさ。もう一回やります。まだまだあと何分。よし、じゃあ行こう。コーヒーどこ？俺、あ、ちょうだい、取って。キャバクラさん、のんちゃんはくっきり出そう。クソカツソースさん、サバゲ用マスク作るの。そう、サバゲ用のオリジナルマスクんだけど、まずデスマスクを作って、そこに粘土で俺が型を作るから、顔の型を作りたいの。もう一回作ります。よっしゃ、やろう。大砲さん、こんばん。いやー、でこの顔げんこつ。よし、ひとかつカオスさん、本格的。え、のんさんのタオクス。俺もさ、もう一個くせえ、うん、いいの。うん、なんか肉離れみたいになってるんだよ。なんで、わかんない。よく転ぶもんね、最近、うん、運動不足だよ。足が痛いからしょうがない。クソカツカオスさん、美術系は石膏の扱いには慣れてるはず。石膏はうまくいってんだよね、中の方だよ。面白いね、でもね、こういうの、うん、ふるいみたいのがあればよかったんだけどね。うん、こうやってガチャガチャってやる。少しずつ入れて混ぜながらやろうよ、うん、今度俺が混ぜるから。のんちゃん、水足して、うん、大丈夫だよ、俺お好み焼き作ってたから、うん、拳もう形変わっちゃってるよ。もう ここへこんじゃって、あの、なんつうの、凹凸がなくなっちゃってる。小指と薬指は、こっちは2本はまだあるけど、アンパンマンだよね、うん、だ腫れは引いてるけど、リハビリ必要。曲がんなくなっちゃってる。クソカスカオスさん、ありゃ、うん、この華奢な腕、自分が壊れる前殴ったんだ。
ードパンチョ。ハードパンチョ。クソカスカオスさん、グーパーグーパー。グーパーできない。グーができない。これが限界。やっとギブス外れたんだもん、2日前。永久さん、愛だね。愛だね。クソカスカオスさん、マジか。まずまずい。だって1ヶ月ギブスしてたの。そうだい。あの、ハイザー。キャバクラさん、最強猫パンチ。いや、結構本格的に腰入ってたよ。蹴りが良かったね。頭蓋骨は一番太い骨だから。クソカスカオスさん、いずれ治る。まあね、ゆっくり治るから。強くなるから、骨が。ステゴロ3か4には、のんちゃん出てるかもしれない。便所さんからメインマッチで呼ばれるかもしれない。クソカスカオスさん、煮干し食え、煮干し。煮干し食べてもっと強くする。キャバクラさん、のぞみは強そう。ここに石膏を入れるんでしょ、要は。そう、うん、クソカスカオスさん、撮影禁止 W。 やるか。じゃ行こう。ちょっと待ってて、みんな。こねてくる。原材料。どれくらい入れるのか教えて。いや、水先だよ。水どれくらい言って、言って。水半分ぐらい。半分ぐらい。こっちでやろう。こっちに来て。
数的な硬さわかんないから教えてね。これね、もうちょい硬くてもいいと思う。硬くなるからでも、時間経つと。もうちょいでも粘りやっていいと思う。もうちょいだよ。
テリーが切れるな。ごめん、途中で切れるかも。ごめんね、途中で切れたらごめんね。あ、バッテリー持ってきていい、うん、もったいないから、せっかくだから、うん、そう。みんな見えてたら手挙げて。みんな OK？ OK ですか？コーヒー取って。ストローか。どっちかこっち。どっちもいいか。こっちに、あ、そっちの固定されるから。じゃあ行くよ。カメラアングルオッケー。え、はい、じゃあ行きます。みんな見えてる？見えてたら手挙げて。見えてたら手挙げて。見えてます。見えてるって？うん、あの、のーちゃんが見えてる。あ、もはもちゃんさんと、みかさんと、ありがとう。カズアットマークサノッチヨシアスタリスクさんはどう、おばちゃんになったみたい。バニラはちさんの、鼻どうする？鼻塞いだよ。うん、あれ難しくないから、あんまり穴に入れないで。トウコさん、のんちゃん、入れないで。カズアットマークサノッチヨシアスタリスク、三段でデスマスク作ることになったのでしょうか。こいつ座ってあげてね、余裕あったら。はい、俺喋れないから、うん。これは20分ぐらいです。どうしよう。カズアットマークサノッチヨシアスタリスク、サンノンちゃんは美術専攻だから得意そうですな。頑張ってます。バニラはチさん、ゆるい方が顔の凹凸にぴったりつきそう。
三角どんちゃん。これは、コピックっていう素材です。石膏の下地に使ってます。よし、アスタリスク、サンノッペラおばちゃんはどうの完成です。トウコさんでスノンちゃん。でもさっきは10分ぐらいだったと思うんだよね。長く感じたと思うけど。うん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 。鼻のこの辺かな、目の上の辺かな。薄かったな、さっき。鼻かな、鼻かな。これ大丈夫だと。うん。これであと10分ぐらいで固まると思います。少々お待ちください。この素材はよく歯の型とかを取るのに使う素材です。
れは医療用の、なんでこれは何だろう、歯の型を取ってるのと同じ原理。これはなんか石膏じゃなくて、あの歯医者さんで型を取るときのやつと同じやつです。大体これ20分ぐらいかな、そんなかかんないと思って。そうですね、白とかいろんな色があります。ストローの中にやるとちょっと息できなくなっちゃうんでダメです。はい、そうすると、え、トウコさん、鳥も一緒に埋めろ。この辺にフォースとなったん、空気、空気入った。うん、空気抜いたからな。はい、バニラは持参、最後にイチゴをトッピング。固まるのを待ちます。トウコさん、重ね塗りしたら時間伸びるだろう。よし、
SKII。100均で買った方がいい？ん？どっちでもいいか。トウコさん来たね。あとまだ10分ぐらい。あと5分ぐらいかな。いい感じで固まってます。今回は
今まではいろんなものを作りました。顔はあんまりやんないですね。顔は1回ぐらい。その辺クレープさん、そういえばマスク作ってかぶって配信って企画ありましたね。美容パックみたいなもん。これなんか海藻でできてるんで、ちょっと美容効果があるかもしれない。ブドウ糖先輩 AUG さん、このストローに水を一滴ずつ入れるとギリシャ時代の拷問になるんだよな。コムさん、チチゲリンク抜いてね。塾女ののんちゃんです。カズアットマークサノッチヨシアスタリスクサンツルツルになりそうだね。羨ましい。ちょっと石膏の準備していきます。ケロさんは画像、
AUG さんのんちゃん武蔵吉田から経験者じゃないかな。カズアットマークサノッチヨシアスタリスク三乳首の周りに毛は無理ですわ。
てる杉田よ、わら。天使郎さんでる血を拭き取るためにティッシュ置いているのか。石膏は時間が経つと硬くなってきます。 Wi-Fi さん、あ、また17減ったわ。花火ありがとう。これあんまり かき混ぜると早く固まっちゃうんで、できるだけかき混ぜないようにします。お花火は来てません。猫も来てません。ウルトラQさん、ロハコをプレゼントしました。ロハコさんも来てません。ジョージャクちゃんさん、メガホンをプレゼントしました。メガホンありがとうございます。シーツに飛んじゃった。石膏が固まってくるのでちょっと待ってくださいね。こうはこうやって置いとくとクリーム状になります。新さんさん、サメ島をプレゼントしました。ジュンペさん、俺なら唐辛子を混ぜる。マウスさん、カズミチはゴミ。肉食堂さん、しかし天内地に乳首があんな。新さんさん、顔から取るときに割れると思うよ。コムさん、綺麗に剥がせない2000円。綺麗に剥がせるといいですね。ウルトラQ サンドレの履いた下着をプレゼントしました。ゲロ
ロさん、これは時間かかるな。 W ゆるすぎる。フルさんが当てかませた。これ一気に効果が来るんで、ちょっと緩めの方がいいです。シャビシャビに作んないと濡れな、後で固まって濡れなくなっちゃうんですよ。それなんで最初はちょっとシャビシャビに作ります。これは石膏です。今使ってるのは石膏です。一気に効果が来てクリーム状になります。マウスさん、需要ないから配信やめろ。今同時閲覧182です。そうですね、硬化するときに熱が出ます。クレープさん、釣れるかどうかはワトーさんの手く次第。ミニミノミさんがどうさん生きてる。和田さん生きてます。効果が始まってきたので塗り始めます。 CUNC3 ストローなしでウルトラ Q3、 これあとどのくらいで完成。石
石膏が固まったら完成です。はい、一気に硬化が始まってきたので急いで塗ります。急げー。あー、もう右手がダメだな。コムさん、ちゃんと寄り目に仕上げろよ。ケロさん、厚みが一定じゃないから綺麗に剥がせるか微妙そうだね。クレープさん、これのんちゃんのデザインでしょ。これは、口で息してます。仕事してました。ふぶせんさん、かずみちはおそらく今タバコが吸いたいストローから吸わしてあげて。ステルベンさん、セメント塗って56してやった。あらちゃんさん、いちごも乗せてあげて。ステルベンさん、セメント塗って56してやって。
方は硬化し始まってんで、よいしょ、もうこれが限界です。のチャンスだよ、一生自分のものにしようよ。三春春は文鳥の釈迦です。ウルトラ Q さん、いい感じに固まってきたね。フグセンさんなんて、よし、これが限界です。あとは交換待ちます。交換さっき10分ぐらいだったかな、10分ぐらいでした。200ありがとうございます。こういう側にできます。最初やったちょっと空気が入っちゃったんでやり直してますが、こういう側のマスクができます。どれの深夜食堂さんお願いします。こんな感じので、これにもう一回後で石膏を流します。だんだん暖かくなってきたんで、効果の熱が出てきました。の厚さになります。ちょっとぬるい感じ。石膏自体は結構熱くなりました。あ、花火ありがとうございます。10月でありがとう。気をつけないと。あらちゃんさん、ストローじゃなく最初からタバコ加えさせればいいんだよ。親子丼様さん、これ気持ちいいんじゃないか。これあのパックみたいで気持ちいいと思います。これも自分でやりたいです。親子丼様さん、眠くなりそう。宮間近子アットマーク、坪井珠美さん、アンチがいればな。和道はアンチしかいないから。ウルトラ Q さん、招きどれをプレゼントしました。
まってきてるんです。ビートあと5分か10分ぐらい待ちます。はーい、漏れなく後でブロックします。悪いこと書いちゃダメです。みんないい子で見てください。ダメですよ。親子丼様さん生きてるな。寝ちゃダメですよ。カラちゃんさん、劇を見たいな顔しやがって。ココチンさん見てるだけでこっちが眠くなってきた。つぶせんさん腕組みで佇む風道。ウルトラ Q サンユイガの入れ歯をプレゼントしました。パッドスペードさん、うなぎ一本抜いてみよ。首のとこ割れちゃった。内緒だよ。あと、じゃあ5分、10分ぐらい、あと10分ぐらいにします。ダメよ。首んとこが。シュールな画像。うん、そう。ウルトラQ さん、悶絶はどう？割れちゃうから。そうなの。全体的に割れちゃうと困るから。つぶせんさん、それにローキック食らった時の顔。芸術家です。ココチンさん、加藤さん、それだけ口呼吸できてたらシュノーケリングとかも得意そうで。そうだ、シュノーケリングできそうだね。自分で外してもらいます。
福仙さん、あと何分くらい？あと5分くらいです。よかった。あと3分ぐらい。そうそう、言ってる。寝てる。ん？寝てる。寝てる？寝てる。いいぜ。放送のいいぜ。放送？うん。いいぜ。起きてる。寝てる。風船さん180夜かずみち。寝てる。ありがとうございます。エオスはじめ課長クラクラアットマークゆきんこさん呪いのマスク作成やね。ワイファイさん201。長尺ちゃんさん閲覧200。ちょっと多いですね。ウルトラ Q さん226。ワイファイさん204。204ぐらい。ブドウ糖先輩 AUG さん割れないように真ん中にガーゼとか敷いてるんじゃないかな。特にガーゼとか入れてません。大丈夫です。今硬化中だからちょっと熱が出て、このもうちょっと熱どうかな。ちょっとやってもらおうか。うん、でももうカチカチになってるから、うん、取っても別に大丈夫。ブセンさんピッ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 ピ。取ってみる？うん、まだ平気？うん。じゃあちょっとあと5分延長します。5分。ふぶせんさん思考。そう、取れるかな。取るとでも、こっちが割れちゃうと困るから。うん。うん、やめとこう。もう、プレステックスも取れるよ。いい？いいよ、じゃあ。ゆっくり。はい。
48。そうね、うん、ミニミノミさん、あと何分くらいで剥がすの？ウルトラ Q さん、今回はうまくいきそう。あと5分ぐらいです。もう固まってるんで。増えてきたね。ふぐせんさんって、カズミチが1分持たないってマジ？あ、動かないで割れちゃうから。ひび入るとそっから割れちゃうから。うん、かけちゃうから。うん、大丈夫大丈夫。ここはそうかな。違う、パリパリっていっちゃうから。ああ、こっちからね。あ、そうそう、うん、完全にまだ硬化するの1日かかるの、本当は。あ、そうなの。うん、そうそう、行こう。うん、行く。うん、カイロアオムラ。うん、OK。 うん、はい。ルール取って、そのから。え？ルール。はい。あ、ローグルオッケー。オッケー。はい、オッケーです。カール入れてる？はい。あ、ビニール取ってて、あ、いい感じです。あ、いい感じじゃん。いい感じだね。うん、うん、綺麗に撮れたね。ちょっと変わる。何ペッチャすんなり撮れる。ふぐせんさん、綺麗に撮れちゃった。よいしょ。トコシンさん、今回は良さそうです。撮れました。ちゃんと寄り目に撮れました。ウルトラ Q さん、パチパチ、ありがとうございます。え、パチパチって、ありがとう、みんな。さっきよりうまくいったの。うん、よかった。ツルツルじゃん。うん、こっち側がうまくいったかな。うん、ここに流すのはいつやんの。もうちょっとこっち側が固まってからの方がいいけど。ウルトラ Q さん、のんちゃん、ご苦労様でした。上着ちゃんさん、成功。あ、花火ありがとう。これが俺の形だ。できた。ワイファイさん、風呂場の前に布団。風呂場の前に布団。流してみる？やってみる。うん、こっちでしょ。うんうん、やってみようか。うん、じゃあちょっとなんか平らになるように。うん、こう。ウルトラ Q さん、ストローのとこはどうなるの？ゆでたまごさん、シャワーからのすぐベッドインレイアウト。マウスさん、このおばさん50歳。トコチンさん、お二人ともお疲れ様でした。お疲れ。お疲れ様です。ありがとう。
で、これで顔の型を取って、あのサバゲー用のマスク作ろうと思ってます。うん、じゃあこれで、うん、ここに流すんだ、うん、逆にこの穴がどうするかな。あとで削ればいいんだ、石膏を、うん、穴塞いどかないと。先に塞ぐの、ビョーって出ちゃうから。あ、ティッシュ詰めとけばいいじゃん。ティッシュか、なんかテープかなんか。ティッシュでいい。ウルトラQさん、サバゲー用のマスク。サバゲー用のマスクを作るための顔の型を作ってんの。オリジナルマスクだから。つぶせんさん、そこになんか流し込んで作る。ここに流し込んで顔の形を作って、今度顔の形ができたらそこに向かって粘土でマスク作るんだよ。だからマスクの原型を作ってんの今。これでいいの、うん、これはこれで芸術的でかっこいいけどね、うん、これはこれでかっこいいよね。ミイラみたい。ミイラみたい。これはこれでかっこよくない？なんかあの、なんかナルトにこんなん出てきたよね。これなんだっけ？ナルトに出てきたやつ。いいじゃん。ふぶせんさん、シルバーアクセ作るときみたいな流れか。マイマイさん、かっこよくはない？かっこよくはない？俺結構こういうデザイン好きだけどね。要は俺の顔のコピーを作るんでしょ今、うん、簡単に言うと、ま、デスマスクっていうのは俺の顔のコピーだよ。ウルトラQさん、かっこいいよ。 Wi-Fi さん、お風呂の前に布団って湿気大丈夫？湿度は高い方がいいの、この部屋は。いや、サバゲはマスク着用だわ。マスクつけないと、あ、サバゲの会場に入れない。もうあれがないな、入れ物が。ボール使っちゃっていい？いいよ。200円ぐらいだから。トブセンさん、オーブンベンチかよ。そうそう、みんなマスク、まあゴーグルとその口当てみたいな人もいるけど、あの場所によってはダメって言われちゃう。でマスクはこだわりたいから。鼻は俺もともと口呼吸慣れてるから大丈夫だったね。ストローで全然大丈夫だった。ただ重たいのね、みんなが思ってるより。だから石膏を固めてからはずっと圧迫感がすごい。であったかくなってきて痒くなるの、あったかくなるときは。結構よくなるね。結構汗ばんでる。そうだね、汗かいてたね。マイファイさん、肌綺麗になったね。肌はもともと綺麗だわ俺。ここに流し込む今から。これが顔の凹凸の凸の部分だ。なんかこういうの楽しいよね、やっぱ専門家がいるといいよね。みんなでこう盛り上がれる。いろんな経験ができるから、配信者は。顔ちょっと横山みどりさんみたいな。鼻高いから。鼻曲がってんな。マスクは俺が今考えてるのはあの 木のマスクだ、ね、粘土が硬化すると木になるやつと、あと真鍮とか使ってデコレーションする感じ。俺が好きな素材でガンガンいく。面白いねこういうんで、うん、だってね、美術系じゃないとこんな経験ないもんね。芸能人とかじゃないと。ココチンさん、技術工作は楽しい。
ロで。うん。ウルトラ Q 単身中いいね。真鍮で型を取って半面を。で、木の、粘土で木の模型とか石とか作って、ターコイズとか。普段配信でも使えるようなマスクがいい。俺やろうか。まだちょっと混ぜてて。山崎パクト、サンコレ粘土、これも今からやろうかな。切るよ、ね、ブブセンさん、シルバーもいっとこ。ウルトラ Q さん、完成楽しみ。完成はまだまだ先だよ。多分制作2、3週間かかるよ、ね、これ。ダマがない。ダマがないかったら別にもう流しちゃって。でもさ、これさ、こうじゃなくて、もっとこっち側にこうしないとダメじゃない？そうしたら平面にしないといけないから、これちょっとここにティッシュ詰めて。ジョジョっぽくはならないね。石仮面っぽくも作れるけど、石を砕いて、で、パーツをはめ込むこともできる。何でもできるよ、顔の型があったら。第2、第3のマスク作ればいいから、そしたら。思ってたよ、はい。顔の型さえ作れたら俺の勝ちだよ。要は、顔の形さえ分かってればどんなマスクでも作れちゃうから。だから自分の顔で作るとできない。こんな感じでいいんだ。いい、行く？お流しいいね。ウルトラ Q さん、この枠面白いな。行きまーす。イノムシ、イルカさん何個も作れるってことか。そうそう、顔の形さえ作っちゃえば俺の勝ちなんだよ。足りるか？足りなくね？ギリギリ足りるか。もうちょい欲しかったな、うん、作れない速攻で。あ、ちょうどいいか、うん、こんなもんか。溢れちゃうもんね、うん、これ以上だと。これでいいか、うん、OK、はい、ありがとう。で、これが固まるまでどれくらいかかるの？さっきと同じぐらい時間的に。で、これ膨れんの？うん、膨れない？もう一個、あーやべ、壊れてた。簡単に壊れてた。もう一個の方ブチャって壊れちゃった。これ捨てる？あ、潰しちゃったよ、俺が。バックアップ取っといてよかった。俺がもう一個の方。壊しちゃったのじゃ。ああ。これどうする？捨ててもいいんじゃない？捨てていいよね。これかっこいいね、うんうん。この感じ。こんな感じになるの？上に流し込んで、これはこれでアートになるか。いいね。石膏ってどれくらいの硬さになるの？その、なんつうの？あと1日経ったの、これ。紙粘土ぐらい。紙粘土よりは硬いけど。硬い。うん。陶器よりは脆い。陶器より脆い。ポポチンさん、その方あったら、骸骨くんに画道さんの顔もはめれるねわら。いや、重たすぎる、これは。これかっこいいけどね、これはこれで。俺好きだよ。カラちゃんさんも一回やればええ。ちょっと画面ではちょっとアップにできないから伝わりづらいんだけど、これめちゃめちゃかっこいいよ。さっきも言ったけど、俺こういうデザイン好きだよ。かっこよくない？伝わりづらいな、ちょっと。質感が出ない。凹凸がかっこいい。ちょっとね、多分ね、リアルで見ないと伝わんないと思う、これは。随分汚くなってた。まあ、しょうがないか。犬神家っていうかね、あの、マダラ、あの、なんつうんだろうな。マダラっていうキャラクターがいいんだけど、なんか伝わるかな。こんな感じ。かっこいいよね。不動堂先輩で
あの、エヴァンゲリオンの、あの、なんだ、アジンとかさ、エヴァンゲリオンの、そのマスクつけてる状態みたいな。かっこいいよね。これ質感伝わるかな。かっこよくない？ウルトラ Q さんイタリアっぽい。そうそうそう。なんか俺は好きだけど。こういうの。トポチンさん、あー、似てるかも。うん。なんかかっこいいよね。俺がぶっ壊しちゃったけど。これが楽しみだよね、うん、俺の顔のコピーだもんね、うん、本当は鼻からできるといいんだけどね。綺麗に撮れるな、うん、もともと穴が開いてる部分だから、うんうん、あ、そっかそっか。口だと口が開いてる表情の、うんうん、ちょっと間抜けっぽくなっちゃう。チューみたいになってる。トラちゃんさんはどう、今何キロ？今何キロか体重わかんないんだよね。体重計なくて多分4キロぐらい落ちたかな。のんちゃんカメラ持てる？いいか、映ってるかどうか確認してほしいんだけど、腹こんな感じだね。座ってるからちょっとたるむけど、だいぶ痩せたと思うよ前に比べたら。トラちゃんさん78位。もともと75キロから減量して、で腹がだいぶ締まってきて4つにくびれが見え始めたから、まあ71ぐらいだろうね。多分4キロ落ちてるよね。つぶせんさんバッキバキだな。つぶせんさんバッキバキのワンパック。うん、立ったらもっと痩せてると思うよ。立ってみようか。ちんこさんどうやって痩せたの？こんな感じかな。立つと、まだ皮がね、急激にたるんだからね、だいぶ引っ込んできてる。トラちゃんさんドレとの殴り合いはどう、強かったじゃん。ありがとう。またスパーリングやるよ。9日にやるから。9ヒカルくん、パルパル、みやび、テルチャンピン、みやびくん、ワド、ドレ、ヒカルくんの枠でやるって。やばい、強い人ばっかじゃん。強い人ばっかだね。テルとスパーリングやるのいいかもね、試合後に改めて。テルは出んのかな、ステゴロ2。今何分経過してんのこれ、見せて。トラちゃんさんはどう、乳首立ってる？俺ね、もともと生まれつき乳首が立ってるの。生まれつき。いや、ほんと、そういう人いるんだよ、うん、乳首ビンビン系男子だから。どうやってやってたの？低糖質ダイエットってやつだね。月末までに65キロだから10キロ落とすの。2ヶ月で10キロ落とすっていう企画やってんの今。大花火もくれたんだ、ありがとう。ありがとうね、アイテム。のんちゃん髪伸ばしてるよ。のんちゃんはね、ここね、縛った方が可愛い。やってみて。なんか、その前髪こっちだけ垂らして。長く。でアップにした方が可愛い。なんでこんな感じ？トラちゃんさん2ヶ月で10。どうやって？見えなくなっちゃうから。見えなくなる。止まっちゃうから。
だから食事制限だよ。食事制限だけで減量してんの。便座さんとの約束なの。痩せるっていうのが背頃出るための条件。面白いな美術って。ひろくんさんはコツ、はい、はコツ。これって何個も型取れんの、うん、デスマスク。トラちゃんさん54歳は誰と戦うの。ヒロ君さん右誰、誰と戦うのってどういうこと、何の話。これをもとに今度また、うん、あの型を作るっていうのはできる。これは1回で終わっちゃうってこと、うん、これはこれ自体は終わっちゃうけど、今度これを顔、うん、トラちゃんさん相手顔にして、うんうん、そこから型を作るっていうのは、何個も作れる。これがもう水分が飛んじゃうとダメなの。なるほど、こいつが死んじゃうのか、うん、ビニョビニョシリコンみたいなのが、うん、あなるほど。で直接石膏でと、石膏はダメだな、石膏無理。ここちんさん前に加藤さんがカットしたのんちゃんの髪型可愛かった。ここからなんか、イノムシイルカさん、この石膏は割るのか。 FRP とかでこういう型を取る。これがマスターになるってことでしょ。うん、面白いわ、芸術は面白い。これは捨てていいって感じ、うんうん、これ大体いくらぐらいでできるの、原価。原価いくらぐらいかな、石膏が200円ぐらいで。安っ、そんなもんなのこれ。トラちゃんさんはどう絶壁やだ。へえ。デミさんはどうさんセクシー。これそんなもんなんだ、うん、へえ。その緑がちょっとわかんない、忘れた。ちょっと高いんだ。そんなすごい高いだけ。でもこれ仕事になんない、顔の型取りたい人いっぱいいるでしょ。うん、1個1万5000円ぐらいだったら仕事になると思う。めんどくさい、めんどくさい、うん、1個1万5000円とか2万円だったら仕事になるよね多分。デスマスク、デスマスク製作、石膏型取り2万ぐらい、やりたい人いると思うよ。まあ、面倒いわ。だからなんかこっちをまた一回加工して口を閉じた形のみたいな風に作って、うん、そっからちゃんとした型を作る。これ彫刻刀とかで加工できるから。はいはい、あとは石膏粘土みたいなのあるからそれでちょっと修正して、うんうん、これ筆塗ったの何で塗ったの。ブドウ糖先輩 AUG さん、今はシリコンラバーで5分で固まるよ、うん、シリコンラバーっていうのがあるんだ、うん、あこういうの素材がいっぱいあるから面白いよね、うん、あこれが割れちゃったってやつか、このシリコンは高いから、うん、うん、うん、本当だ、鼻の部分割れてるわ。ここじゃあゴミ箱で、うん、和道ファンはこれ眉唾もんなんじゃないのこれ。わかんないし、うん、誰みたいな。誰？これ欲しいでしょ。和道ファンはこれ家に飾りたいでしょ。これ多分200万ぐらいヤフーオークション出したら。アンチが買ってなんかすごい、 いたずらするんでしょ。ハゲの、ハゲの模型を作る。これベロベロ剥がしてみていい、これ、うん、これかっこいいじゃん、うん、これ捨て、ゴミ箱ある。いやこれかっこいいじゃん、これはこれで。このブツブツ感気持ち悪い。
これはこれ取っておきたいな、俺。こっちはいらないけど。もう、うわ、気持ち悪い。気持ち悪い。ゲロみたい。ミノムシ、イルカさん、マユツバじゃなくて、水前と突っ込んでおく。これは取っとこうかな、石膏の方。ボロボロってなってる。割れちゃうかな。中身捨ててもらえ。捨てて。中身残ってる。水には弱いの、うん、石膏は強いよ。水に強いの、うん、素材自体も耐久性はないんだね、うん、パキパキ折れちゃう。あのなんだ、タイルの目地とかに使ったりさ。タイルの目地、うん、何タイルの目地。タイルとタイルの隙間に、あよくなんか昔の風呂とかに、はいはいはい、それが石膏なんだ。これはこれでかっこいい。ブツ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 、おマグマみたいな。かっこいいな。後の芸術家ワッドの誕生の瞬間である。顔なし。顔なしっつうか、なんかなんつうんだろう、こんな感じか。うん、迫力あるよね、なんかね。これはこれでなんかかっこいいけどな。素材としての耐久性がないから割れやすいから、どう。こっちがまだ入れるかな。働かしといた方がいいかな。熱い。うん、まあ別に取れるとは思うけど。もうちょいほったらかした方がいい。本当は1日ぐらい置いといた。これ置いとこうか。うん、もしは雑談やろうかな、うん、これどうしようかな。していらない、うん、かっこよくない。また物を増やそう。ああ、そうか。いや、これかっこよくない。みんなどこ置くの。これをさ、ちょっとなんか壁に飾ってあったらかっこいいよね。俺だけ裏を補強する。裏を補強して、なんかこれだけ飾ってあったらちょっと渋いっていうか、かっこいいけどな。なんかいらないか、ゴミで、はい、はい、ゴミだった。うん、多分撮りたかったら撮れると思うけど。撮る？撮ってみる、うん、撮ってみます。皆さん失敗したら嫌だから。またやればいいよ。このやってみる、ひっくり返してみる。
っとは取れないかもしれないけど、うん、やってみる。じゃあこちらの方がいいか。行っていいっすか。行きます。じゃあ取るよ、みんな。重っ。行くよ。こうやってこうだよね、うん、で、どうすればいい。上外してた。ミノムシイルカさん OK。俺が下持って、そうは取れないから。だから どうすんの。じゃあ下持っててよ、支えててよ、外してよ。こうは取れないでしょ。うん、どうすればいいの。破壊していくしかない。破壊っていうかベロンって取れんじゃないの。じゃあ行くよ、突っ込んじゃうよ、うん、壊しちゃうよ、うんブチブチ言ってる。弱いね、こっちの素材。壊してくよ、うん、これ割ってけばいいのか、うん、芸術ってなんか破壊なんだね。怖っ怖っ怖っ、怖っ怖っ。いや、なんか怖いわ。デスマスクなだけあるね。怖っ。できました。怖っ怖っ。え、怖っ。怖くないっすか。怖っ。あ、でもできた、無事、うん、ありがとう。エビさん恐怖で叫ぶ顔、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 恐怖で叫ぶ顔。怖くないっすか。超怖い。ガンガン拍手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 。ふぶせんさん誰なのかわからんな。わかんないね。マラちゃんさん目が閉じてる。いや、目閉じてますよ。こんな綺麗に撮れるんだね。おー、怖いね。あとはよく乾燥させて。これ外置いとく。こう捨てようか。うーん、こんな綺麗に撮れるもんなんだ。怖っ。ありがとう、のんさん、うん、俺の顔にわかる？わかんない。わかんないね。できたよ、みんな。削った方がいいかもね。怖すぎるだろう。はい、みんなキャプって、うん、怖くね死んでる完全に死んでるわ。怖っ。写真撮ろう。ちょっと手洗って。怖っ。よし、終わり。写真アップしよう。
できたできた。よいしょ。じゃあこっから雑談かな。ありがとうのんちゃん。食べたでしょ。食べた。食べたね。ツイッターにあげまーす。誰なのかわかんないね。ああすごい。すごいね。任せるよ。顎だよね。なんでか。でかいね、やっぱこう見ると。今ツイッターにあげるね。激気を待ってる本当に。はい、ツイートしました。すげえな。怖。怖いね。
間再現してるな、うん、この辺とかね、うん、眉毛とかヤスリで削ることはできるの、うん、あれブインブインで、うん、ここじゃない俺の顎のライン、うん、どこだ、この辺だよね多分、うん、ここら辺か削るの、これはちょっと測ってみる、うん、すげえな、不思議だね、不思議だね、一緒にやるか、ハートついてなかった、ハート、どこ、これハート、何か、ハートじゃなかった、花だった、うん、僕もおるよってやったおばさん、絶賛炎上中だから、はい、じゃあ手洗って雑談やるわ、ああ、これなんか保存しといてどっかに、どっかない、置いた場所わかんない、キッチンの中は置いといて、パパッと入れる中、でも、なんか毛刈りの部分とか、うん、これ引いとけばいい、うん、取って、うん、何枚、うん、何枚くらい、どこだ、じゃあ家雑に切り替えますせい、皆さん、
見えてる？見えてる？こんな配信やってたんだ。見えてたら教えて。見えてる？メガネしにあった。コメントないな。みんな寝たのかな。ですです。聞こえますか？どうなんだ。聞こえる？聞こえる？ちょっとラグってるね。 OK、 はいはい。なんか新しい、あ、ティッシュあった。いいよいいよ。一回枠取り直す。どうしよう。え？大丈夫じゃあこのまま40分話そうか。寝てたの。すっげえもう疲れちゃって、なんかやっぱり疲れてたみたいね。寝てた寝てた。今起きてデスマスク作って、寝起きでデスマスクってすごいでしょ。なか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 の生活だよね。デスマスクどんなの？あーもう片しちゃった、ごめん。後でタイムシフト見てみて、ツイッターに上がってるわ。そうだ、ツイッター見てみて。俺のツイッターに上がってる。ほうきプレゼントありがとう。匿名さんありがとうございます。
なんか今日のリスナーさんおとなしいね。疲れたのかな。連休明けの月曜日か今日。途中から見たけど口ひげ短くした。いや俺大体このカットだよ、ミリで毎回その調整してんのね、バリカンで。こっち側短く、こっち側少しだけ長く、うん、1週間に1回ぐらい短くやってるよ。前ちょっと伸ばしてたけどね、こっち側風が吹くとね、なんかめんどくさい。和藤さんみたいなヒゲやりたいけど薄いからできない。ああもうこれヒゲに関しては遺伝だから、俺も濃かった時、嫌だった時もあったんだよ。ほらその代わり体毛が濃いじゃん、腕とかも濃いし。だからまあ俺がよく言うのは、その神様がちょうどよく作ってくれてるよ、やっぱり。そのなんて言えばいいんだろう、ヒゲが似合う人には体毛濃く作ってるし、似合わない人には似合わないように、そのね、ヒゲがあんまり生えてこないようにしてるし、自分なりのかっこよさを追求していけばいいと思うよ。その自分の顔の形に合ってる美みたいなものってあるから。だから生えてこないものを生やそうと思ったりとかするとね、辛いだけだから。生えてこないもんは生えてこないもんとしてやるのがいいと思う。別は別で楽しむ。俺がいくら頑張ったってね、そのなんだろう、細身の人のファッションとかやっぱ似合わないし、自分に合ってるものを選択するのが一番いいよ。
もう首のここまで生えるよ。この辺全部生える。もう剃ってんだよ。ジョリジョリ言ってるでしょ。大変よ、毎日剃らないといけないから。寒かった。携帯そろそろ替え時かな。壊れてんな。アプリがすぐ落ちるよ。iPhone X いいの？これはあんま欲しくないかな。なんか顔認証できるんでしょ。まあ、でもスマホはもうほぼ完成してるような原型は。これ以上の発展はあんまりないと思う。今の iPhone で十分。むしろ型落ちでもいいわ、 SE とかでも。テクノロジーの進化についていけないな俺は。最低限のスペックがあれば全然いい。ゲームとかもやんないし。iPhone X 本ボタンないんだ。あった方が良くない？ない方がいいの？
寝る？ジュース飲みたい。ジュース？あ、何？お金？いいよ。何飲みたい？え？200円足りる？あ、いや。イヤホンジャックがない。イヤホンジャックを外すっていうのよくわかんないよね。絶対失敗だからね。なんでそんな改良したんだろう。イヤホンジャックないのは絶対間違ってると思うよ、俺も。あ、そこは求められてないっしょみたいな。なんでそんな改変したんだろう、ね、よくわかんないよ。そこじゃない感がすごいよね。イヤホンジャックは絶対欲しいよ。あ、薄くっていうか、もうこれ以上薄くする必要がないと思ってて、なんかそのやることがなくなってくると軽量化軽量化していくイメージなの。本当にユーザーが求めてるのそこじゃないじゃん。あ、まあ薄くなっサランラップの会社じゃないんだから、ある程度やっぱり使いづらくなるよ、あんまり薄すぎても。それが俺の考え方かな。そこじゃないでしょっていう、ユーザーが求めてんの。まあ分かるんだけどね、気持ちは。なんかずれてる気がする。絶対そこじゃない。難しいよね、でもイノベーションってね、何が正解とかないから。6プラスだね、俺はね。背面もガラスだから割れる。それはまあ大人の都合だろうな。あの、お金使ってもらう落としどころをどっかで考えてるはずだから。修理費を稼ぐための大人の都合だと思う。コンドームは薄い方がいい。コンドームの話してないからね、今ね。そうそうそう、バッテリーの容量を増やすとかさ。バッテリーが一番高いらしいよね、原価がかかるって話だよね。ユーザーライクがどういうことなのかって話になってくると思うよ。はいよ。ユーザーライクって何なんだろう。デザイン優先。なんかでもその本当に美しいものとか本当に機能的なものはデザインが美しくなる。機能美の追求だったと思うの、アップルのその良さって。無駄がなくすっていうか、ミニマリストの考え方だと思ってたんだよね。うん。
俺も最近のアップル、やっぱジョブズが死んでからダメだよね。ジョブズ万能っていうことじゃなくて、やっぱりクリエイターだったんだよね、ジョブズは。改めて思うよね。完璧主義者だったからこそ iPhone ができたっていうのがよくわかる。ありきたりな話だけど、いいよ。だからジョブズの死はアップルの終わりだよ、やっぱり。俺は別に信者だとは思ってないけど、信者なのかな。やっぱアップルいいよ。ジョブズ以降マイナーチェンジの繰り返し。やっぱ一人の天才を失うってこういうことなんだろうね。Windows はそのクロート向けっていうか、そのスペックとか、そのいかにそのフリーかどうかじゃん。Apple の良さってやっぱりそのちゃんとライフスタイルまで計算に入れてるっていうところが良かった。子供にそのフィルターかけるとかさ、思想、要はそのテクノロジーがそのなんていうの、ライフスタイルに影響を与えちゃうっていうのをよく分かってたんだよね。メガホンありがとう。お、野前さんパフェありがとう。ジョブズだったらカメラの特許を許さない。あー、 iPhone のカメラ優秀だよな。もう普通の人がカメラ必要なくなったもんね。カメラ、実はカメラも影響を与えてるもんね。何個の業界ぶっ壊してきたんだよな。音楽業界とかさ、ライフスタイルそのもの変えちゃってるからね、確実に。パソコンそのものを設計したのもジョブズだしね。ホームコンピューターっていう概念を。本当の天才っているんだなと思うよね。コンデジか分かんないな。コンデジってなんだろう。カメラソニー製なんだ。デジカメのことコンデジって言うんだ。へえ。家電から消えたもんね。デジタルカメラが。一部の愛好家のものになったもんね。一般人が必要とする、なんて言うんだろう、スペックをもう叶えちゃった。これ以上はいらないでしょって。これ以上のカメラのスペックの向上はいらないと思ってるの。もうだからなんかスペック合戦になるとなんかもう終わりだと思ってて、スペック合戦、まあ基礎的なそのバッテリーとかは重要だけど、なんだろう、別に今のカメラでも十分性能高いし、なんかオーバースペックに なり始めたらなんかそこじゃないよっていうか、俺らが求めてんのそこみたいな、ちょっと考えてみたいな。別にもうスマホにこれ以上のものあんまり求めてない、十分完成してると思ってる。あとはもう趣味の領域でしょ。まあ言うならバッテリーか。
デスマスクも作り終わってツイッターに上げてあるよ。人工知能はまだまだ先だかな。今あったら便利なものってなんだろうな。なんだろうね、今欲しいもの。まあ、それが分かったら経営者やった方がいいよな。パソコンとかの連動とかはもう全然できてるんじゃないの。サバゲー4つ目上がってないよ。もともと人気あったのになんで生産終了したんだっていう話もあったからね。ビジネスモデルとしてうまくいかなかったのかな。あいも全然ありだと思う。愛好家いっぱいいたじゃんね。あいも株価が上がるんだ。あいもで株価上がるってすごいね。会社面白いとかいい商品生み出したらちゃんと株価に反映するからいいよね。一回あれだね、枠取り直して次枠行こう。じゃあお疲れ様でした。
まあ、次枠いきます。お疲れっす。コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バットボタン押してんねんもう。